皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、日常の集客がうまくいかない人ができていない〇〇をチェックしようというテーマでお話をしていきたいと思います。教室の先生はですね、いろんなことを日常集客は頑張っていると思うんですけれども、例えばイベントレッスンとか、ちょっと特別なイベントの集客をしたいというふうに思った時に、告知文をね、書いたりしますよね。おそらく皆さんも書いてると思うし、私も告知文とか書いたりします。で、その告知文で集客できなかった時ですよね。もちろんうまく一発でいけばいいですよ。いかなかった時に、反省をしたりするわけじゃないですか。で、その時に、できてない人、要はうまくいかなかったなって言って、できてない人に足りない2つのことがあったことが、今日クライアントさん、私のね、クライアントさんとお話をしていて、集客の改善のアイディアをお話をしていて分かったことがあるんです。で、これはそうですね、会社員の人とか、特に営業職の人とかは当たり前のようにできている、ないしはやらないと営業としてまずいような内容が入ってました。で、私は営業職だったので、それをやるのは日常だったんですけど、そっかと思って、教室の先生とかって成り立ちが必ずしも会社員からなってる方ばかりではないっていうか、むしろ主婦とか、そういう自発的に数字を作るとか、お金を作る仕事からの教室業になってない人が多かったりするので、そういう人は知らないケースがあります。なので、知ってる人からすると当たり前だよねっていう話をですね、今日は改めて何が必要なのかっていうことを今日はお話をしていきたいと思います。では本題に入ります。日常の集客がうまくいかない人ができてない〇〇2つは何なのかっていうのは、皆さんはですね、まず PDCA という言葉を聞いたことはあるでしょうか。営業の業務改善の時によく使う言葉なんですけど、そのうちの PD はできてて、CA ができてないよねっていうお話が今日の本題だったんです。だから CA ができてない。つまり、チェックアクションっていうことですね。これができていないというケースだと、集客の状況とかが改善されていかないんですよ。なので、これをちょっとね、今日は解説をしていきたいというふうに思ってます。じゃあ、まずこの話の前段になる PDCA っていうのは、そもそも何なんだっていう話なんですけどね。これは主に営業現場とかで、その営業の成果がどういうふうに出ていて、途中ダメな部分はどこなのか、で、それをどう直していくのかっていうのを、英語の頭文字を取って PDCA と言っています。で、一つ一つお伝えしますね。まず P はプランです。で、D は Do、 計画を実行する。プランは計画を立てる。 Do は計画を実行する。で、今日のテーマが次です。チェック。C がチェックですね。行動を評価するということです。そして最後がアクション、アクト、アクション、アクト。これが改善して次回へつなぐ。で、また計画を立てて、実行して do、チェックをしてアクションする。これをぐるぐる回すのが PDCA を回すというふうに言います。なので、これが今日お話しした方の場合ですね、プラン、ドゥはできてるんですよ。これできてるだけでもすごいんですよ。そもそもプランを立てられない、私何していいか分かりません、どうしましょうっていうタイプの方もいらっしゃるので、それよりはまずプランができただけ偉いです。まずここは褒めてあげましょう。次、プランができても実行できない人、行動できない人、これもまためちゃくちゃ多いんですよ。だから今日のクライアントさんの場合にはそこまでできている。これは OK。ですが、チェックとアクションがないと、
例えば、集客がうまくいかなかったときに、要は実行したらうまくいかないって結果が出るじゃないですか。それ以上のことを何もしないとですね、集客ができる体質にはなっていかないんですよ。なぜならば、何が悪かったのかっていうことを検証しないから、また次に募集をかけた時に同じような種類の募集をかけてしまい、そしてうまくいかないっていうことになるから、やんない人よりは素敵なんです。だけど、せっかく行動したんだったら、その行動をチェックしないとですね、意味がないんですよね。だからこの、うまくいってない人、このね、CA が足りてないケースが多いです。で、しかもこの CA って自分一人でやるよりも、チェックしてくれる人に見てもらう方が、早く正しく成果が出る道がわかるんですよ。だから、彼女の場合に私がついているのに、私にそれを質問をしないと、答えを引き出せないから、こういうだったんです。なんででしょうは少なくとも投げてもらわないと、いいチェックとアクション、次のアクションを言ってあげられない。だからもったいなかったんですよ。もう宝の持ち腐れですよ。貴子の持ち腐れ。腐ってないですけどね。なので、使わないとダメですよ。コンサルついてる人は。もうついてない人は、数で勝負するしかないんですよね。自分で仮説検証を立てて、それで頑張るしかないです。はい。私のところに来いとは言いませんけれども、そこは残念な人は頑張るしかないですよ。いろんな手法を試してみて。ネットに転がってる情報とか、誰かから聞いた情報、それが自分に合ってるかどうかわからないけどっていう、そこはやっぱりコンサルについてるかついてないかの大きな違いです。コンサルの人はじゃあなんでいいのかって言ったら、早いんですよ。お金を払って時間を買うということになります。なぜ早いか、たくさんの毎日毎日相談を受けるんですよ。そうすると、その中でもちろんうまくいった方とかいらっしゃいますよね。で、それがなぜうまくいったのかまで理解できていれば、違う人にもうまくいく方法を伝えることができる可能性が高いです。自分で調べるよりも、自分の頭で。誰かがやってうまくいった例を、その人のやり方とか業種業態に置き換えて伝えることができる可能性が高いんですよ。だから、これは非常に大きな話になりますよね。だって、すごく時間かけて、頑張ってもう一回やったり失敗したら、またやるんですよ。結局、成果出るのが遅くなっちゃうっていうことなんです。で、じゃあ、実際にどういう動きをしていくかっていうと、計画できない人よりはできた方がいいです。じゃあ、どういう計画を立てるかっていうと、まず現状の分析ですよね。現状を、これからこういうものを集客をしていきたい。で、その時にお客様の現状をどういう気持ちなら反応してくれるのか、どういう世の中だからこんなことを言ったら反応してくれるかな、とか。あとは、その自分がそれを発表したことによって何人ぐらい集客をしたいのか。で、その集客をするためにどういう手順で SNS を使って、どういう頻度で何を何回言っていくのか。このあたりはプランなんですよ。行き当たりばったりでやってうまくいく方もいらっしゃいますけどね。天才肌の方。はい。それはもちろんお客様の反応を見ながら、投稿の内容とか種類を変えていく。これもすごく大事なことです。まあ、これどちらかというとチェックアクションの方になっていくんですけどね。プランはどうしようか。最大限うまくいく方法はどういう方法だろうか、これを考えるのがまずプランになります。で、次、do ですね。実行。プラン考えた、それを実行に移すということです。で、これ、実行できない人よりはできている人は素晴らしい。まず自分を褒めてあげてください。実行できない人よりはできている。で、問題はその実行のでき方なんですよ。実行したときに、自分は本当は、じゃあ、例えば告知を何月何日、じゃあ4月1日からしようと思ってた。で、それはなぜならば、4月末の講座だったからとかいう理由があったとするじゃないですか。だけれども、4月1日にできなくって、4月20日とかになっちゃったと言ったら、もうお客様は10日しか期間がないわけですよね、検討する期間が。10日しかなくって、
しかもそれがめちゃくちゃ高額、50万円とかだったら10日で判断できる人はできるかもしれませんけど、いろんなお金の算段どうしようとか、場合によっては家族に言わなくちゃとかいう人だと10日きついんですよね。そうすると、もともとはこうだったのにそうなっちゃったということがあった時には、その事実を把握しておく必要があります。4月1日って思って4月1日にやってればもっと成約率が高かったかもしれない。だけれども20日にやったからあと10日しかないから集客ゼロでした。そうすると要因は1日じゃなかったからが要因かもしれない。他にも要素いっぱいあるんですよ。チェックしなきゃいけない要素。だけど大きくは1個。つまり現実と実行の計画上のギャップの差を調べる必要があるんですよ。ここに不確定要素がいっぱい入ってくると一個一個潰していかないといけないんですけどね。例えば、文章が良くなかったっていうケースもありますよね。集客告知の文章が。それが、10日前だったらこの文章が良かったかもしれない。1日だったらこの文章。なんなら2ヶ月前だったらこの文章とか、その内容だったかもしれないですよ。これは一個一個検証しなくちゃいけない。事実としてです。これは感情はあんまりいらないんですよ。集客できなくて落ち込んだんで、もう一回投稿ができませんでしたとかね。感情いらないんですよ。できなかったら何が悪かったのかなっていうのを改善、つまりチェックですね。計画はそもそも妥当だったのかっていう話もあります。例えば100人を集客したいっていう内容があったとするじゃないですか。それを3日前に言って100人集客できる人って、相当ファンがめちゃくちゃ多い人ならできるかもしれない。3日前ってどうですか？皆さんなんか用事入ってません？ 私、2ヶ月先のクライアントさんの私のセッションとか用事を入れるので、直近でいきなり1日空けてとかいうのほぼ無理なんですよ。だから、期間が遅くなればなるほど、その本当の日から遅くなればなるほど3日しかないって言って100人って相当難しいんですよ。だけど、もしかしたら1人だったらいけるかもしれないけど、これまた金額が高かったりとか、内容がすごく判断に迷うような内容だと、3日前の1人すら決まらないですよね。だから規模感を分かっておかないといけないんですよ。この講座だったら何日前に言えば決まるのかとか、計算を逆算して告知しないといけないんですよ。だから、よし、ページができた。さあ募集しようじゃなくて、例えば日付を限定にしておきたかったから、ページが作れなくても概要で興味を持ってもらう内容を上げておいて、日付だけ上げといてくださいね、ということを言う必要があります。これ結構できてない人多いですよ。私なんかも全てできてるとは言わないんですけど、何日にこういうイベントやるっていうのが決まった段階でもう日付だけ皆さんに告知してます。興味ある人だったらカレンダー書いててくれるんで。で、そうするとそこにやるよっていう内容で、金額とか内容を見た時に、いや、高いからやめようとか、いや、思ったよりしょぼかったな、やめようとか、そういうのは向こうが判断すればよくって、まず日付が空いてないと来てもらえないんですよね。だから実際の事実どうだったのかっていうことと、で、大事なのはチェックです。計画通り実施できたのかっていうことと、あとその段において、自分が思ってたようにできなかったことのチェック、プラス、想像してたのにできなかったこのギャップを考えて、じゃあ次、どういうふうに次回やるときにはやろうか。これアクションですね。改善策を見つけた後に、良かった点はそのまま次の計画に引き継いで、良くなかった点は改善して、次にやる。で、この時に良くなかった点が多すぎたとするじゃないですか。そうすると、優先順位をつけて、特にどこを頑張るのかっていうのを優先順位をつける必要があります。で、ここがですね、コンサル的なアドバイスなんですけど、私が相談に乗ってて、集客できなかったんですっていう人の一番大きな要因って1個あるんですよ。何だと思いますか、これ。
できなかった人のね、一番大きな要因は、認知不足なんですよ。集客できない。自分の対象とする人に何回も告知してないんです。だから見逃しちゃってて終わりっていうケースがほとんどですね、伺ってると。圧倒的に告知が少ない。だから見てもらえてないから、そんなことあったの？あったんだったら行きたかったとか言われちゃうんですよ、後から。だから見込み客逃しちゃってるんですよ。なんで逃すの？現代人は忙しいんです。タイムラインに流れてくるのを逐一全部見てたら相当暇人ですよ。まあ、注目してる人のものとかね、特に流れやすくはなったりとか、ピンってお知らせが入るからわかるかもしれませんけど、とはいえ自分が忙しかったら見てなかったりする。タイミングが悪いんですよ。ということは、どこかのタイミングで引っかかったらいいなという頻度を出しとかないと、まず5回流して1回見てもらったらラッキーくらいですよ。それぐらいな感じです、告知なんて。よほどすっごい、もう、うわ、すっごいこれやばっていう情報以外は、大体スルーされますから、通常ね。なので、それをやるかやらないかっていうことは結構大事なんで、大概ね、認知不足なんですよ。で、もう一つ認知不足ってことを言うと、媒体いろいろやってるとするじゃないですか。LINE、メルマガ、私の場合だと、あと、インスタグラムはそこまでやってないです、私の場合はね。Facebook とか、Twitter もそこまでやってないです。まあ、主にそこがメインなんですけど、で、少なくともそこには、言葉とか文章とか言い方とか変えても、同じように言ってみる必要がある。じゃあ、3つ登録してる人3回も来てうざいって思うかもしれないじゃないですか、とか言われるんですけど、いや、3個登録してない人に、あ、ごめん、YouTube 忘れた。YouTube もあった。YouTube とかもね、それも全部言ってみないとわかんない。で、もううざいから解除しますっていう人は、将来的にもあなたのサービスは買いません。まあ、あんまりつまんない告知はしない方がいいと思いますけどね。だから、その媒体を持ってたら、持ってた分だけやっぱり告知しないとダメなんですよ。ということは、告知に結構時間がかかるということです。自分の手間も。だから計画をちゃんと立てないといけない。なので、その中でも特にどこから告知していくかっていうのはやっぱり考えないといけないわけなんですよ。で、このチェックとアクションが抜けてると、わかります？どういうことになるか。プランした、計画した、やってみた、集客できなかった、以上、ゼロでした。で、次また、またですよ。C と A がないから、次また集客告知した、実行した、ゼロでした。以上。なので、これ、やっぱり、チェックとアクションしないと、同じことを何度も繰り返して集客できない人になっていっちゃうんですよ。だから、次に改善っていうのを必ずしようっていう、ちょっと営業部的にはとても当たり前の話なんですけど、確かに教室の先生はそういうのやり慣れてない可能性があります。で、この時に大事なのが、気持ちとか感情を持ち込まないっていうことです。集客できなかったんだ、ダメな私だ、落ち込んだ、気持ちが落ちた、文章書けない、これダメです。 いや、集客できてないから集客頑張んなきゃいけないんだから、気持ちが落ちたからやらないっていうのは一緒にしてはいけません。まあ、もちろん落ち込んでもいいですけれども、できてないのって事実じゃないですか。だから、事実を素直に受け止めましょうということです。できてないんだったら、どう改善すれば人来るかな？文章悪かった？露出の頻度悪かった？媒体が悪かった？いろいろ考えられます。これを検証して動くっていうことをしなくてはいけないんですよ。だから、落ち込んでる暇はないんです。頑張らないといけないんです。で、それをやってると、落ち込むって時間がもったいないって多分気づくようになると思います。だから、私だって百発百中じゃないですよ。当たり前ですけど。ゼロとかあります？普通に。で、その時に深追いするか追わないかっていうのも判断の一個です。で、特にページをめちゃくちゃ作り込んでないんだったら、ちょっとね、告知してみて、反応がなかったら作るのやめようかっていうこともたまにやるので、あ、反応ないんだな、いまいちかもって言って作るのやめちゃう。そうすると痛手はほとんどないんです。言ってみただけだから。
作り込んじゃってから残念な感じだと必死に集客しないといけないんですけどね。そもそも興味あんのかな、この講座、新しいやつ、どうでしょうっていう時には、だいたい出してみて、反応があったらやるっていう感じにしてること多いですね。そうすると、まあ、ゼロダメージは少ないのと、あと初めてやることはゼロでも仕方ないと思っているので、それを続けて言えばどうにかなると思ってるんだったらやるし、いや、続けても一緒かなって思ったらもうそれですっと撤退しちゃいます、私の場合は。告知の時間ももったいないし。っていう、そういうあっさり感が欲しいので、感情が入ってしまうと、そのあっさり感もできないんですよ、これが。だから、あまり感情を入れずに事実を見て改善する。もうそこだけでいいです。なので、集客が必要以上にうまくいかないタイプの人は感情の入れ方も多いかなっていうのと、自分は頑張ってるつもりなんだけれども、周りはもっと頑張ってると目立たないよっていう、そこがポイントになってくるかなというふうに思います。では、本日のまとめをいきたいと思います。日常の集客がうまくいかない人ができていない、〇〇をチェックしろ、実施を、CA です。プラン、ドゥ、チェック、アクション、PDCA の4つのうちの2つ、CA、チェックアクションができてないケースが多いので、こちらの方をチェックして改善して次回の集客に活かしていきましょう。ということで、お役立ちになれば幸いです。以上です。それでは。